いつもご視聴ありがとうございます。今回も週刊優待クロス11月2日号やっていきましょう。今回の動画の内容はこのようになっております。今回は今週末が祝日にあたるため時短バージョンとなっております。先週の実行状況を12月期まで見ていきます。引き続き動き出した銘柄を見ていく形です。後半では11月全銘柄評価、そして12月選抜を用意しました。動きのあるところや推計残高から見て高進捗の銘柄を用意しております。銘柄も毎週増加しており、より先行しやすいようにしています。短期優待投資12月期銘柄を中心に特集動画を用意しております。最近力を入れているリスクを取って還元を取りに行くシリーズで、出口の決まった機械的な取引が可能です。説明欄に各種リンクを貼っておきます。それでは行きましょう。先週10月27日時点での実行状況です。11月期です。アスクルが明らかに動きが出てきています。最も早くから行く人が動き出したと見えます。ただまだ残高的には出てきそうです。北京は SBI 証券の影響で日興証券では出てきていません。サムティ、ラクトジャパン、EJ ホールディングス、これらの銘柄は急減速になっていると考えられます。後のメイン銘柄も現状動きが出ているとは言えません。12月期銘柄です。先週とほぼ変わりありません。やるものがなく、消去法でスカイラークやロイヤルがやられている可能性がありそうです。特に目立った動きはないでしょう。選手会は時々追加を見ますが、競争率からまず無理と見て良さそうです。 NJS、カルタ、シーグスなどちらほら先行されているようです。いずれも大きな動きではありません。当チャンネル全銘柄評価の注意点、算出条件はこのようになっております。評価の基準はこのようになっております。各用語の意味などご確認ください。それでは見ていきましょう。まずは11月全銘柄です。この先11月全銘柄、12月の一部と進めていきます。来週とは11月9日約定分であり、8日夕方以降の注文と定義します。今週は金曜日が祝日となりますので、現在すでに提言期間に入っています。ラクトジャパン、 EJ ホールディングス、サムティは急減速となっていて確保は困難な状況です。象印魔法瓶、評価い継続としております。昨年比 3.1%、 ピーク残高比 1.3% と見ております。20日権利銘柄ではありますが、確保価値は全くありません。サーラ、評価 D からシートしております。昨年比 56.3%、 ピーク残高比 1.6% 程度と見ております。100株1000ポイントでカタログギフトのようなものです。全く動きがなく、こちらも中盤からの確保でしょうか。銘柄が少ないため来週以降は一応確保可能と判定しました。ニータカ、評価 C から A としております。昨年比 37.1%、 ピーク残高比 0.7% 程度と見ております。今のところ出ていないように見えます。ただ例年出てきている銘柄ではありますので、出てきた場合は株数の観点から見て取ってもいいレベルに見えます。1000株への積み上げも可能です。コスモス薬品、評価 C としております。昨年比 81.1%、 ピーク残高比 6.3% 程度と見ております。現状動きは全くありません。残高から見てまだまだと見ていて、来週で約1000円のコスト。値が下株のためコストが重く、できる限り引きつけていきたい銘柄。再選考税は来週あたりから動いてきそうです。アスクル、評価 C から A としました。昨年比 62.1%、 ピーク残高比 28.5% 程度と見ております。再選考税が動き出したと見ています。とは言っても株数が多い銘柄で、回数を重ねるごとに株数も増えていっています。来週が絶好判定で100円割れ、ひとまずここが目標になってきそうです。来週まで引きつければ最終とのコスト差はほぼなく、取るべきレベルと言えるでしょう。東西、評価 C から B としました。昨年比 71.3%、 ピーク残高比 16.4% 程度と見ております。全く人気がない銘柄ですが、長期をつけてやることでかなりの優良銘柄になります。1年目であればそこまでと言える銘柄ですが、来年に向けて確実に確保すべき銘柄であると言えます。取得はまだ先でしょう。
12月先行銘柄です。主に更新直銘柄を抽出し、リストアップしております。急減速となっている銘柄は、背景がピンク色になっています。これらの銘柄は、しばらく出現率は低いでしょう。地主。評価は、D から C としております。昨年比 115%、ピーク残高比 22.6% と見ております。先週より、さらに先行傾向が見えていて、一気の急加速もあり得る水準になってきました。やだ、この利回りで、12月の厚い層を見たときに、6月ほどの優先度はないと判断しております。カルタホールディングス。初収録です。評価は B、仮の評価です。今年6月から新たに対象入りした銘柄です。株価は下落傾向で、ここからでも 0.6% と決して悪くないように見えます。現状動きはありませんが、この利益水準であれば、確保する価値はあるのではないでしょうか。できれば、動きを察知したら行きたいところではあります。NJS。初収録です。評価は D としました。こちらも、今年6月から対象銘柄になっています。プレミア優待系で1万ポイント。割高ではありますが、プレミア優待系狙いであれば、前沢稼勢が厳しくなりつつあるため、ここが2番手候補になりそうです。日本マクドナルド。評価 D 継続としました。6月比 65.4%、推計残高比 5.8% 程度と見ております。株価水準も高く、コストも非常に重いです。ここから行くにはコストが重すぎると見ていますし、まだ動きはありません。現状ではまだ早いと考えていて、大型外食株特有の決算後、大きく上昇した場合、さらに厳しくなってきそうです。ラックランド。評価 A 継続としております。6月比 244.1%、推計残高比 63.2% と見ております。まだ楽に取れそうに見えます。とはいえ、決して余っているわけではありません。実行状況を見ても、確実にやられています。そのため、急減速の発生確率はかなりあり、必要なら確保を目指すべきと考えています。ブロンコビリー。評価は B 継続としております。6月比 51.2%、推計残高比 43% と見ております。珍しくそこまで向かってきている様子はありません。推計残高は着実に積み上がっていて、コストはかなり重いですが、そろそろといった形に見えます。後半での取得は、極めて困難になると見ております。スカイラーク。評価は C 継続としております。6月比 71.5%、ピーク残高比 28.5% と見ております。毎週確実にやられてはいますが、例年よりかなり低い利回りです。そして、コストも重く、この水準では、まだ積極的にいけるとは言い難い状況。株数も多いため、できる限り引きつけていきたい銘柄です。富士屋。評価 A としております。昨年比 142%、ピーク残高比 33.5% と見ております。進捗は平凡です。しかし、今週が絶好の判定です。楽に取ることはできますが、ここからでも 0.8% 取れるのは決して悪くない内容です。その上、後半になれば、人力での確保は極めて困難。来週からは、徐々に11月銘柄もやっていく必要があることを踏まえると、今週から行くべきであると判定しました。以上、今回も週刊優待クロス。やっていきました。来週も引き続き、実行状況や日々の気配を見ながら、動きのありそうなところを拾っていきます。最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。